チュンチャンネル。はい、こんにちは、みちゅんです。チャス、皆さんこんにちは、野球ウチバのもこです。よろしくお願いします。バーバーバー、久しぶりやろ。久しぶりですね。めちゃ久しぶりやろ。めっちゃ久しぶりですよ。元気してた？あの沖縄から帰ってきたのは知ってたんでね。そうだね。SNS は見てましたんで。はい、メイちゃん今日は何ですか。しばらく野球やらなすぎて、はい、私はキャッチャーやっただけで足を血してしまいました。そうそうそう全部血。マジ？全部血。久しぶりすぎて。久しぶりすぎて。だから連合軍ではちょっとキャッチャーとかやってなかった。やってこうなったから。あ、そうなんや。しばらくねやっぱ横の動きができないわけ。な、足が動かないですね。動かなくて速い打球が取れない。うん、さあどうすればいい。はい。ノックですね。近距離ノックです。間違いです。ということで、はい、本日は近距離ノックをしたいと思います、はい、よっ何本いくよ。ちなみに、はい、なんかメイチュンに会いたいっていうさ、あのパワー系の女の子があのちょっと呼んでいいから大丈夫。オッケー、オッケー。桜子カモン。はい、どうぞ。横綱女子の桜子です。お願いします。お願いします。お久しぶりです。桜子といえばね、あのメイチュンの後輩なんで、グラビアの後輩です。いや、違う、メイちゃんはグラビアの後輩。メイちゃんもやってるみたいな。あ、私やってる。あのグラビア野球女子としてね、最近。いや、私も全然最近めっちゃなんか人気になってきてるんでね。ね、なんかね、すごいですよ。頑張ってますよ、桜子も。ありがとうございます。メイちゃんがいない間に。でも今く久しぶりに会えたんで ね、めちゃくちゃ嬉しいです。今日一緒に野球できるって。じゃあ俺が近距離ノック打ちますんで、これで。どうする、なんか何球連続ノーミスとかいる？ノーミス、うん、そうだな。まあ久しぶりメイチュンやからな。そうやね。でもラコにもさ、やっぱさ動いてもらいたいし、うん、もっと体を絞ってね、いいボディになってほしいね。確かに確かに。じゃあ背番号何？42。はい、13。じゃあ達成55本いきましょうか。いや、数字が大きすぎるよ。先輩、私だって。先輩、40。数字が大きい。さすがにちょっと今日は50本ぐらいでしょうか。あ、いやだから買わないから別に50個でいいよ。じゃあ50個で締めよう。はい、ちょうどなんか松井秀喜の背番号でしよう。これでいきましょうか。はい、じゃあノーミスじゃなくてとりあえず取ればいいよね。とりあえずじゃあ取って、はい、OKOK、はい、久しぶりに体を動かしていきましょう。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。よろしく。あ、早速5だった。あ、OK、行こう、はい、それではいきます。早速レッツゴー。はい、命中チャンネルの視聴者さん、お久しぶりです。あのね、あの子はね、ちょっと体なまってますんで、がっつりやりたいと思います。よろしくお願いします。最近食べてる命中よし、ラッコ。はい、取らすなよ。はい。でもラッコ普段どこだっけ。普段今世界やってます。セカンズだよね。そっか、じゃあ私そうだよ、セカンズだよ。私もいや、先輩はサーズ。ポジションアラスにしなきゃ。先輩はサーズです。頑張ります。お願いします。はい、ゴー。よし、最後。はい、ナイス。はい、お願いします。はい、はい、あ、OK、 OK、 ありがとうございます。お願いします。3本目。はい、3本目。はい、いいね。見たか、僕だ。近いから。頑張れ。はい、
はい、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 
さ、飛べよお前。あちゃん、ユニフォームが綺麗なんじゃ。オーケー、48。はい、アウト、アウト、アウト、楽しい。アンディゴコパラアンディゴ、はい、いらっしゃい。私でラストでいいのかな。はい、あ、大丈夫。はい、ちょっと行こう。はい、はい、どうぞ。うっ、おー、いいね、こうなってラストラストで行こう。うっ、あー、いけたよ、まあ、なるほど、みんなで。行け、うっ、あ、OK、 よし、あとで、ユスケのタッチ。あ、OK、 はい、また。あ、熱い、やばい。はい、うっ、あー、惜しい。今のはダメだね。はい、やった。おい、音悪い。はい、カラスラコ。あー、よかったよ。もう一球、もう一球で行けた。はい、おい、ネク、オッケー。あー、惜しい。ラスト締めて。行かれました。あ、大丈夫、行こうか。オッケー、もう一丁。ないないわ。よし、ユニハイアンが。ラストするぞ。オッケー、しゃい、しゃ、はい、あー、惜しい、ないない、惜しい、しゃー、心鬼や、心鬼にするにゃ。あ、しゃ、よし、行こう。あー、惜しい。ちょっと、グラブ一緒にしよう。オーケー、オーケー、オーケー。はい、ということで、何本だったら、100本ぐらい打ってた。120本ぐらい向こう食べてた。もうね、多分普通の50本の子よりも多分最後のキャッチャーフライが一番でしたね。魂感じましたね、2人の。なんか2人仲良くまた二遊間守ってもらって、向こうぞ盛り上げてほしいなと思ってますね。まだまだ足が動いてないんで、まだまだずっとですね。まだじゃあ5月暖かくなるんでね、また一緒に野球やろうね。はい、じゃあ、はい、先輩どうでした？先輩はやっぱりかっこよかったです。またやろうな。はい、はい、はい、ということで本日の動画以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。ユスコさんとラコのチャンネルとミグラムの方は、URL も貼ってありますので、はい、概要欄の方に貼ってありますのでぜひご覧ください、はい、ということで本日の動画以上になります。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。よろしく。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、お待たせしました。すいません、お待たせしました。すいません、お待たせしました。ありがとう、向こうさん。